的政治システムの崩壊、自民党の資金問題と今後の展開。年末になって自民党の資金問題が急展開している。まず、今回の問題を簡潔に説明しておく。50年以上にわたって自民党ではたびたび大規模な腐敗、疑獄事件が起こった。1980年代末に起こったリクルート事件、佐川急便事件という大規模な政治腐敗では、竹下登首相が退陣に追い込まれたり、影の実力者だった金丸信元自民党副総裁が脱税で逮捕したり、政界に大きな衝撃が走った。そして、政治資金に関する規制が強化され、自民党の大物政治家が賄賂や違法な献金をもらうという事件は影を潜めた。政治家による金集めとして、パーティーという手法が広がった。パーティーというのは、1枚2万円の券を買った人を対象に、著名人の講演と飲食を提供するというイベントである。実際には会場の収容定員を大きく超える枚数を売り、飲食物もわずかということが普通で、政治家はそれで大きな黒字を出して政治資金にする。では、なぜ派閥が大規模な集金をするのか。韓国では大統領は国民の直接選挙で選ばれる。日本では総理大臣は国会議員の選挙で選ばれる。自民党政権が安定している時には、自民党の総裁選挙が事実上総理大臣を決める選挙となる。そこで総理の座を目指す有力政治家は、自民党内に仲間や子分を作り、総裁選挙を勝ち抜こうとする。だから派閥が存在する。そうした活動をするためには、巨大な資金が必要であり、派閥を単位とする金集めが続く。今問題になっているのは、安倍晋三元首相の安倍派における裏金である。この派閥では、メンバーの政治家にパーティー券の売り上げについてノルマが課されていた。他方、メンバーの販売努力を促すために、ノルマを超えた分については、政治家に還流された。その資金が政治資金収支報告書に記載されず、裏金になったことが政治資金規正法違反として捜査されている。この法律に違反すれば、政治家は国会議員の選挙に立候補する資格を失う。検察の今後の調査がどこまで広がるかはわからないが、安倍派の幹部が逮捕・起訴されれば、安倍派のみならず、自民党は崩壊の危機に追い込まれる。今回の資金問題は政治に限らず、広く組織一般における日本的システムの崩壊として理解することができる。明治維新の後、日本は近代化を追求し、西洋式の法制度を輸入した。第二次世界大戦の敗戦の後は、占領軍の指揮のもと民主化を進めたはずである。しかし、政治、行政、経済の各分野では、日本的システムが温存された。それは、組織における、各一主義と同調主義、親分、子分の服従関係、ルール、建前と、慣行、本音の二重構造などである。そうした秩序の起源は、近代化以前の村の共同体にあると考えられる。日本で、韓国と違って市民による政治への抗議活動が弱いのも日本的システムの表れである。しかし、1990年前後からグローバル化が進み、世の中のルールについても世界標準が日本国内に入ってくる。変化の過渡期においては、日本的システムでは当たり前のことが世界標準を当てはめれば違法になるという混乱が起きた。まず変わったのは経済の世界である。1990年代には大手銀行が暴力団関係者に巨額の利益供与を行っていたことが明らかになり、自殺者まで出る事件となった。それ以降、法令遵守が広がり、男女の平等やハラスメントの禁止なども昔に比べればかなり改善されてきた。
企業は世界的な競争にさらされるので、生き残るためには変化に対応せざるを得ない。経済をコントロールしてきた官僚も、それに連動して変化した。民間企業による過剰な接待などというのも、昔話になった。政治の世界には、グローバルな競争がないので、最も変化から遅れている。30年前の政治改革によって、政党や政治家の資金集めと、その使い方を全て透明化することが決められた。しかし、政治の世界では、選挙や派閥活動のために、足跡のつかない金が必要であり、パーティー券の収入の一部が政治家に還流され、裏金として使われた。ルールと慣行の二重構造が、今日まで続いていたのである。国民の政治に対する怒りが沸騰しており、岸田文雄政権に対する支持率は 10% 台から 20% 台前半まで低下した。岸田政権と自民党の命運がどうなるかまだわからないが、政治の世界におけるルールの強化は不可避である。中期的に見れば政治の世界でも日本的システムの崩壊が進むであろう。岸田首相がインド太平洋に9兆円超投入。中国に対するこの地域が超重要な理由。なぜ戦争が起きるのか、地理的条件は世界をどう動かしてきたのか、そもそもなぜから根本的に問い直す地政学の入門書、戦争の地政学が重版を重ね、5冊のロングセラーになっている。地政学の視点から、戦争の構造を深く読み解いてわかることとは？インド太平洋という概念。ウクライナ訪問でも大きな話題の岸田首相は、3月20日にインド太平洋地域への750億ドル、9.9 兆円の支援を表明したことも話題だ。中国の一帯一路なども注目を集めているが、インド太平洋の概念とは何なのだろうか。インド太平洋の概念は、海洋学などの自然科学分野で生まれたものだと言われるが、日本の安倍晋三首相が国際政治に持ち込んだとされる。今や中国の一帯一路構想に対して、アメリカを中心とする同盟ネットワークが推進する戦略的概念として、広範に用いられるようになった。アメリカがトランプ政権時代の2017年に公表した国家安全保障戦略では最重要地域として特筆するインド太平洋地域における安全保障政策上の重要な協力関係相手は日本、オーストラリア、インドであった。これは後にクワッドと呼ばれることになるグループだが、伝統的な太平洋のアメリカの同盟国ネットワークにインドを招き入れ、中国を包囲する形で形成するものであった。戦争の地政学より、アメリカをハブとした複数の二国間同盟をさらに強化し、インドを加えることで中国を囲おうとしているというわけだ。安倍首相とインド太平洋。アメリカの狙いや戦略が分かったところで、そもそもなぜ日本の安倍晋三首相が国際政治に持ち込んだのだろうか。背景を簡単に見てみよう。日本の安倍晋三氏は2006年に著書でインドを重視する姿勢を見せた直後に首相に就任し、翌年に初めてインドを訪問した際に行った演説で、二つの海の交わりとしてインド太平洋の概念を初披露した。この経緯は安倍政権が英米系地政学の論理に従って、対外政策を進めていたことを示すエピソードだ。安倍晋三氏は2回目の首相就任を果たす直前の2012年にも英語論文でアジアの民主的な安全保障ダイヤモンドの概念を提示し、第二次安倍政権の外交政策の指針とした。これは日本、オーストラリア、インド、アメリカの4カ国をインド洋と太平洋における貿易ルートと法の支配を守る四角形を形成する構成要所とみなし、その4カ国のネットワークの重要性を
特筆する考え方であった。このアジアの民主的な安全保障ダイヤモンドが、さらに中国の一帯一路の広がりに沿って、地理的範囲を覚醒をさせる形で概念的に進化したのが、自由で開かれたインド太平洋戦略であった。戦争の地政学より、アメリカの海洋国家シーパワー連合が、ユーラシア大陸最大の競合とであるインドを自分たちのネットワークに結びつけた。当然このネットワークと対峙するのは中国の一帯一路である。自由で開かれたインド太平洋と一帯一路という構造を抑えることで、これからの国際情勢をより深く知ることができるはずだ。